はい、また事件が起きました、全然起きた状態だったんですけれども、目を離している最中に、おしっこをしました。この状態でしてしまいました。そしてにゃーっと、おたけびじゃないね。さあこれは困った。トイレも、気に入って使ってくれていたんですけれども、もうさ、おしっこはここって、夜のおしっこはここって決めてるもんじゃん。そういう感じだね。これ毎晩続くとなると、毎日コインランドリー3000円コース。困ったな、ポンちゃん。そしてポンちゃんは何不安な顔で毛づくらい。ポンちゃんの足とかが気持ちいいって思わないような、カバーってるかな、ふわふわしてなくて。ただこの、なんか肌触りではなく、もうこのクッション性がダメなんだね。あー、いやいやいや、さあ、おしっこをカーペットにしたからって蹴ってしまう、飼い主の動画がテレビで流れましたが、うちはそうはできません。そしてもうポンちゃんはすっかりこれ忘れて楽しそうにしているのでですね、さあこれをなんとか、あれかな、うちの洗濯機で洗える。 あそこもなのよ、折り曲がってた。あ、そっかそっか、私折り曲げてた。さてどうしてもコインランドリーじゃないと入らないよね、このサイズはね。ちょっとね、これコインランドリーのね、もうあそこでも結構パンパンだったの、いつも使ってるやつはね、いっぱいいっぱい。でもいい感じで洗って、いい感じで 2時間で乾いたんだけど最近お金も大変だけど、その分時間もそっちに取られてっちゃうんだよね。高い人は諦める。そうだね。てかさ、この冬どうやって過ごそう。昨日でもさ、した後に羽根布団にまた出してきてかけてたけど、その後はしなかった。まあ、おしっこしたいって思わなかったんだと思って。一回しちゃったからね。そう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 、したかった。さあ、とにかく片付けましょう。じゃあ、したい。先ほどの、続きです。今1時20分、そうね、さっきのが20分頃ですかね。遊ばせていれば大丈夫とかっていう問題ではないような気がしてきました。だいたいこの時間に、するようですね。で、やっぱりそのふかふかした新しくですね、いただいてしまったその、羽毛布団ではない布団、まあ綿だと思うんですが、それも羽毛布団のようにふかふか気持ちのいいものです。この乗り心地がどうやら、気に入ってしまったみたいなんですよね。トイレとしてこれ問題です。この布団か羽毛布団をなしにして寝るのであれば、ちょっと寒いぞ、どうしよう、何かちょっと考えないとダメですね。でないとちょっと本当に、洗濯台だけで我が家は破産しかねないですから、何か考えましょう。はい、
い、ポンちゃん。ポンちゃん、なんでかな？どうしたらいいのかね、ポンちゃん。緊急防御策ということでですね、この宇宙服っぽいやつ、これは、何用なんだろう、あったかいよってこと、保温のためという感じのお布団の間に入れたり、あとは震災の時に、薄いけど寒くないよっていう、いわゆる保温シートみたいなですね。それをまあ、この上に乗せました。この上でおしっこをした場合はここにたまる、またはダラダラダラといく、こんな感じになりますね。これは肌触り系のなんかな、ポンちゃん。これだと、うん、あ、まあ下に、羽布団がふかふかしてるのがあるとわからないけど、うん、普段はこれだと絶対おしっこしなくて、なんていうのかな、これをかけた足の上とかには乗って寝たりするので、はい。ポンちゃんもう寝ますけど、ポンちゃん、明日また起きてから考えます。じゃんくん、背景としての花は結構いい感じに出来上がったかな。ここにジャン君がいなくなるとちょっと寂しい感じになってるんですが、猫のシルエット分少し、なんていうかな、薄くなっていて、その周りに花がこう来ています。いい感じ。さあ、今日はですね、またポンちゃんが、深夜におしっこをしてしまったので、どこかのタイミングでまた、コインランドリーか、コインランドリーに行かなければいけません。ただクロケンは生放送の後、ギター教室今日、予定していますので、その間に出られるか、午前中のどこかで、まあ、午前中に行かないと、そのおしっこをされたお布団が、そのまま放置されるということに、今、お風呂場にあるんですけどね、ということになりますので、できるだけ午前中の間に、行きたいと思います。今、9時ちょっと前ですね。急がないと。まずご飯食べなきゃね。さあ、ポンちゃん、お布団でおしっこをするのをやめましょう。はい、今お昼ちょっと前、10時ぐらいです。マオリママさんはもうそろそろコインランドリーに行く予定です。その間にですね、いろんなことをクロケンおじさんは済まさなきゃいけないので、今日はマオイさん一人で行ってくるそうです。さあ、一つの案としてはですね、昨日あの布団の上に、シルバーシートみたいなやつ、かけましたけど、まあ吸収する、おしっこなんかを吸収するシート、
で、まあ、それを、やろうかっていう話にはなって、ちょっと、言葉がよく思い出せなくなってますが、そのような対処を今考えています。できたら、ポンちゃんが、しないようになるのがいいんですけれども、今のところちょっと手詰まりですね。病院の先生に聞くっていうのも一つなんですが、どうも体調が悪くてとは到底思えないので、もし、ポンちゃんに表情があるんだとしたら、ニコニコしながらトイレしている感じです。さあ、頑張りましょう。ジャン君、ポンちゃんは、平和なお昼を迎えようとしています。いろんなことが起きていますが、平和です。4時です。ギター教室に到着しました。こんにちは。どうも。ね、バイオリンメーカーの鈴木っていうのは、うん、この木曽鈴木とあと名古屋の鈴木とあるんですけど、まあコードの成り立ちみたいなものをちょっと話を聞いていて、なるほどと思わせることは多かったです。ちょっとこれから勉強します。上手くなるっていうことは本人のもんですからね、努力次第ということでしょうけど、どう努力するのかを、この音楽教室、ギター教室で、覚えたいと思います。